ディズニー、東京ディズニーランドのハロウィンのスーベニアグッズ買ってきたので紹介します。じゃあ一つ一つ紹介していきます。じゃあディズニーランドのハロウィンのスーベニアランチケース開けていきます。表面の水玉模様とハロウィンの扮したキャラクターの絵が載ってます。ミッキーモンテッドキャッスルって書いてある。でミニーゴーストで裏は同じじゃない、キャラが増えてるな。そうね、ドナルドとプルートとで、こっち側にグーフィー、グーフィーあれで、チップとデル、チップとデル、なんかここにそういえばポケットがあります。多分前面、こっちが前面にポケットがあって、マチがこんな感じです。あと横もあります。それでなんかかぼちゃとコウモリが書いてあります。反対側なの、うん、ああロゴです。反対側は2021。じゃあ開けていきます。中、中はシンプルに一色です。紫だけど奥に、うん、色味ほんと分かんないな。こんな感じです。じゃあ以上、ハロウィンのランチケース、スーベニアランチケースでした。続いてハロウィンのスーベニアポーチを開封していきます。で開けていきます。注意力、こっちが持ってる、うん、ディズニーハロウィン、お化けのマーク、お化けのデザインがしてあります。で裏側はこんな感じで、そうだね。で街は、で街はこんな、みんながここにこういうの引っ掛けるやつ、金びらとかつけられる。じゃあ開けていきます。これはオレンジ色でかぼちゃ色で統一されています。これぐらいの大きさで、深さは一応横に立てたんですよね。このぐらいで、以上ハロウィンのスーベニアポーチでした。続きましてハロウィンのスーベニアコースターです。じゃん、ここはミッキーのマーク、マンホール、うん、マンホールの中からミッキーのお化けが出てきてるデザインです。ではラバーになって柔らかいやつです。で裏は注意書きです。以上、ハロウィンのスーベニアコースター、コースターでした。続きまして、ハロウィンのスーベニアカップを開けていきます。一応2人分ってことで2個購入しております。で、デザインがこんな感じです。ミッキー。ミッキー、チップとデール。ドナルド、ミニ、グーフィーないじゃん、うん、っていう感じです。ロゴが2021って書いてあります。で中はシンプルなブラックです。でポップの裏側にディズニー、これを2人用で2セットです。以上、ハロウィンのスーベニアカップでした。
ディズニーランドのハロウィンのスーベニアプレートを買ってきたので開封します。こちらも2人分で2枚です。じゃあ行きます。まず表面乗せる部分がこういうデザインです。ディズニーハロウィンとミッキーのお化けで、裏面がこんな感じです。ディズニーです。で、こちらを2枚、2人分で2枚。じゃあ以上、ディズニーのスーベニアプレートでした。続きまして、ディズニーハロウィンのグミケースを紹介していきます。じゃあ開けていきます。まずはグミケースのグミです。ある意味本体です。で、黒いの袋だ、本当に珍しい。え、黒じゃない、何、はい、じゃあグミケースです。ポップコーンケースにポップコーンとお化けがついてるやつで、柄がこんな風になってます。花火の手、ディズニーハロウィン。安いのこれ金入ってる。どこから入ってるの？こう、あ、そうそう、こう、うん、で、ここにグミ入れます。で、またこれがついてて、で、ここ取り外せるようになってます。で、注意書き。以上、ディズニーハロウィンのグミケースでした。